2008年に国際ピアソラコンクールで、日本人として初めて最年少で準優勝を果たしたバンドネオン奏者の三浦和馬さん。アルゲリッチやバシュメットなど、世界的な名手と共演し、称賛を浴びています。今回は三浦さんの家族と出身地に焦点を当てて、気になる私生活に迫りましょう。結婚した妻がバイオリニストの川久保志貴、川久保玉貴さんという情報をチェック。合わせて、父がピアニストで実家の家族も音楽家一族という噂、埼玉県久喜市の出身という情報を確認します。三浦和馬のプロフィール。本名、三浦和馬。生年月日、1990年6月9日。身長、180センチメートル。出身地、東京都世田谷区、イタリア共和国フィレンツェ、埼玉県久喜市。最終学歴、埼玉県立久喜北陽高等学校。目次。三浦和馬が結婚した妻はバイオリニストの川久保志貴。三浦和馬の父はプロピアニスト。家族は音楽家一族で、母はピアノ指導者。三浦和馬は埼玉県久喜市の出身。三浦和馬が結婚した妻はバイオリニストの川久保志貴。三浦さんが結婚しているか気になる人は多いでしょう。2016年、三浦さんはバイオリニストの川久保志貴さんと結婚しています。川久保さんはロサンゼルスで歯科技工士をしていた両親のもとに生まれました。5歳でバイオリンを始め、美人バイオリニストとして第一線で活躍を続けています。2人はトップクラスの演奏家同士、共演経験があったそうです。仕事を通して出会い、交際を重ねてゴールインしたのでしょう。お互いに忙しく、余裕がないためか、2021年現在はまだ子供がいないようです。釣り合いの取れたハイスペックな音楽家夫婦ですから、子供がいれば同じく優秀な音楽家になるのでしょうね。三浦和馬の父はプロピアニスト。三浦さんは音楽家の一族に育ち、幼少期からクラシックの英才教育を受けてきました。プロピアニストだった父の仕事の都合で、イタリアのフィレンツェで幼年時代を送っています。帰国後は10歳で、バンドネオン奏者の小松良太さんに師事し、バンドネオンを始めました。バンドネオンはアコーディオンに似ていますが、鍵盤がなく、複雑な配置のボタンを押して演奏する楽器です。非常に難易度の高い楽器ですが、三浦さんは見事にマスターし、18歳の年に国際ピアソラコンクールで優勝を果たしました。若くして頭角を現せたのは、ピアニストの父の才能を継いでいたためでしょう。生まれた時から音楽に親しみ、難易度の高い楽器も弾きこなす才能を磨き続けていたに違いありませんね。家族は音楽家一族で、母はピアノ指導者。三浦さんの母、くんさんは、ピアノの指導者です。両親がいずれもピアノのプロですから、三浦さんが優秀な音楽家になり得たのは当然ですね。もちろん才能だけに頼らず、母からしっかり音楽を学ぶことで、努力を続けていたのでしょう。幼少期からピアノを通して演奏スキルや楽点を学び、演奏家に必要な土台を築き上げたのです。だからこそ10歳の頃にバンドネオンに出会ったら、すぐにのめり込んでマスターできたのですね。
当時の日本では珍しかったバンドネオンを手に入れ、録画したビデオを繰り返し見ながら練習に励みました。16歳で、バンドネオンの神様と呼ばれるネストル、マルコーニさんの指導を受けるべく、一家揃ってアルゼンチンに渡りました。両親は音楽家だからこそ、息子の夢に理解を示し、いつもそばで応援していたのです。三浦さん自身も両親の支えのおかげで、音楽一筋でやってこられたと語っています。つい最近まで、食事や洗濯もやってもらえる実家に暮らしていたとのこと。さらに音楽家の実家らしく、防音の練習室もあったと言いますから、ありがたい環境と言えますね。ただ音楽活動の幅が広がり、東京都内に仕事部屋を持ったことで、初めて一人暮らしを始めたそうです。それでも、音楽家人生を支えてくれた実家がふと恋しくなる瞬間は、少なくないかもしれませんね。三浦一馬は埼玉県久喜市の出身。三浦さんの実家は埼玉県久喜市にあります。イタリアやアルゼンチンなどで過ごした期間もありますが、帰国してからは久喜市の実家で練習に励みました。東京都内の仕事部屋は便利に違いありませんが、より思い入れがあるのは東京よりも埼玉なのでしょう。2021年現在は久喜市の親善大使を務めており、故郷の PR にも貢献していますから、愛着のある土地であることが伺えます。親善大使として故郷に凱旋し、講演も数多く行ってきました。さらに同じく埼玉県出身の実業家、渋沢栄一が主人公の大河ドラマ青天を衝けの紀行コーナーで演奏を担当しています。埼玉県の人々にとって、三浦さんは世界に誇れる英雄的存在なのかもしれませんね。近隣の人たちはぜひ三浦さんの公演情報をチェックし、哀愁を帯びた演奏に酔いしれてみてはいかがでしょうか。